This is a program that makes you feel relaxed and happy. Now it's time to open. What a cafe.和田カフェのオーナー和田博美です。やる気満々の人もちょっとテンション低めな人も今日が笑顔で染まるよういっぱいワクワクお届けします。はい、改めましてこんにちは、和田博美です。今月ですね、初めの方にちょっと台湾に、行ってきました。で、有機鳥っていうのがありまして、で結構私信じちゃってるんですけど、6月は気学で言うと、まあ、年と年と日が重なって結構いい方位、要はエネルギーがたくさんもらえる方位に行くといいよっていうのがあるんですね。で、私これはもう本当にすごい昔に教えてもらって気がついたらやってるんですけど、最近ちょっと、一昨年ぐらいまで忙しくてできてなくて意識してなかったんですけど、まあ、たまたま風水のお友達に聞いてたら、何でも今年は6月がいいということを聞きましてですね、それで私の場合は南西がいいっていうことになって、でのまあちょうど旅行もね行こうかなって思ってたので、じゃあ台湾はどうかっていうことになって、それで台湾に行ってきたっていう、そんな流れなんです。で、台湾に行って、まあ、何するでもなかったんですけど、私去年の暮れに香港にも行ってるんですけど、やっぱ台湾って親日の方が多いというか、やっぱりこうすごい丁寧にいろんなことを気遣ってもらって、ものすごい居心地が良かったですね。それで焼き物で孔子焼きっていう、その台湾の南部の方でしか作れてない民芸品の焼き物があるんですが、これがものすごいカラフルな色を使ってて結構迫力があるけど可愛いっていう焼き物があるんです。実はですね、今回すごい発見がありまして、去年香港に行った時に可愛いピンクの豚の置物を発見し、香港のその周りの人たちに飾ってあったのでね、これどこに売ってるんだとか、こういうのはどうするんだとか、写真持ちながら香港中の人に聞いたんだけどわからないとか、あそこのセンター行ったら売ってるかもしれないって言ったところに行ってみたらないとか、すごい一目惚れした焼き物だったので、めったにそんな瀬戸物欲しいとかないんですけど、なんかちょっといろんな水色とかピンクとかいろんな色の入ったすごい豚だったんです。で、その豚欲しくって、でも諦めて帰ったら、台湾のその空港でよく似た色合いの置物を見つけて、これどこの置物ですかっていうと、これは台湾の孔子焼きっていうのが分かって、要は香港で見たのは台湾のものだったんですよね。それで台湾人のお友達に連れて行ってもらって、同じような豚はなかったんですけど、一つ一つ世界で一個しかない手作りだそうで、なかったんですが、全然違う、うちの犬のモモに似た獅子みたいな、ライオンみたいな耳の大きいもの買いました。ピンクの豚だったら恋愛運だったんですが、私が買ったのはなぜか真っ黄色の財運のものでした。 なんとなく自分の運命を、自分が欲しいものってそっちだったのかっていう結論なんですけど、ということで台湾ではそういうずっと欲しかったものが実はそこにあったっていうね、そんなちょっと出会いがありました。台湾すごいいいですよ、まあ、食べる街ですね、すべて美味しいですし、ものすごい4時間で行けますから、まあ、皆さんもし興味がある方は次の旅行ぜひ台湾おすすめです。ということで、今週は番組に届いたメールご紹介します。和田博美の和田カフェ、今日も最後まで楽しんでってください。和田博美の和田カフェ、それでは番組に届いたメールご紹介します。ラジオネームあこさんです。和田さんこんにちは。和田さんのブログ新しくなってデザインも写真も可愛くて見るのが楽しみになってます。さて先日のブログで語りかけるって大事だよという記事に共感してメールしました。
ももちゃんを預かるためにカイ君に1週間話をしていたというお姉さんに愛を感じました。犬は話ができなくても分かってる。そう、犬だって植物だってそうですよね。和田さん、大切なことに気づかせてくれてありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。ブログ新しくなりまして、和田博美事務所のトップページに新しくなったブログの画像が入る。今まではアメブロを使ってたんですけど、もちろんアメブロもとっても便利だったし悩んだんですけど、まあ自分の記事をですね、自分のサイトに残していくことが私としては大事だなと思いましたので、自分のサイトでブログをアップするようになっています。そこで、まあ、デザインが変わったっていうことでお褒めいただいてます。どうもありがとうございます。先日のブログ語りかけるって大事だよって私が書いたことなんですけど、その台湾に行く時にですね、あのうちの愛犬のモモを姉に預けたんです。実はモモは、私がモモを買ってまだ半年ぐらいもしない時に、まだ子犬の時にですね、あの私がニューヨークに行く際に1週間以上預かってもらった時があって、その時にもともと飼っている姉の犬のカイ君、シベリアンハスキー13歳がですね、いつもはもう温和でこう外の犬にも愛想よく怒ったことがないのに、自分の家にチャカチャカ回る赤ん坊みたいなもう犬が入ってきたことで機嫌悪くなって、ガルルガルル言ってものすごい距離があってちょっと大変だったので、もう預かれないねって話をしてたんですけど、それから2年も経ってですね、あのうちのモモも大人になったということで、あの大丈夫じゃないかと、で一回今度やってみようということで台湾の間5日間預かってもらったんです。でもその姉がね、言うには、その預かる前日にね、私にあんなって、まあ、関西人ですけど、関西人なんで関西弁ですけど、あんなお姉ちゃんな、カイにな、1週間も前からずっとずっと毎日モモが来るからな、仲良くしいな、モモが来るから仲良くしいなって言い続けてんねんって姉が言うんですね。それで要はそのどうやったら仲良くなるかっていうのは分からせるしかないと、で分からせるにはどうしたらいいかと、言うしかないと、で言うけど人間みたいに一言では分からないから語りかけ続けるっていう結論に達してそうなったわけなんですが、まあすごいですよね。姉のところにいるのは言葉が分かって、お散歩っていうとくるくる回ったりとか、今日は公園に行く、それとも遠くの方に行くっていうと、遠くの方に行きたい時は車の方に行ってあのアピールするそうなんですけど、うちのモモはそこまでしないので、やっぱり語りかけてるってすごい大事なんだなっていうふうにちょっと思います。で、あの物に語りかけるといいっていうのを桃色、いいことだけが今から起こる桃色波長の作り方っていう本の中にも書いてるんですけど、あの物って例えば家に一人で帰ってもただいまって言うと、このお帰りっていう気配を作れるっていう感じなんですね。で、私自身もその、まあ、いろんなものに名前をつけたりすると、まあ、そこに存在感が増すというか、だから例えば机にありがとうねって言うと、その机の存在感が濃くなるっていうのかな、なんかそこに意識が行ったことによって、そこに何かがいるっていう意識が行くっていうのがやっぱり私はあると思ってまして、そういうことをすることの方がやっぱり物も嬉しいし、なくならないようになったりとか、こう何かこう言葉で返してくれる、言葉っていうのは型っていう音だったりとかするみたいなんですけど、まあ、そういうふうに語りかけるって大事で、犬もやっぱり語りかけてると分かってるのか分かってないのか、私たちは分からないと思ってますよね。物にも犬にも植物にも、こんな言葉が理解できっこないと思ってるから喋らないんですけど、赤ちゃんには喋りかけますよね。それはいずれ喋ると分かってるからなんだけど、話す機能がなくっても生まれた時に、例えば犬も赤ちゃんも同じぐらいの知能だったら、喋りかけていれば言葉は理解するんじゃないかっていうのがやっぱりあって、なんでいろんないるわんことか見てると、言葉ってほとんど理解してる犬ってたくさんいますよね。それってやっぱりたくさん言葉を理解する犬っていうのはたくさん話しかけてる飼い主さん、そして
ものとかでも、なんかこの居心地がいいお家に住んでる方とか、居心地がいいものに囲まれてる方とか、友達と一緒にいなくても一人でいても家の中で非常にいい心地よく過ごされてる方は、ものに語りかけてるような気がしますね。何かが宿るんじゃないのかなって、ものに対してはね、そんな風にちょっと思ってるんです。まあちょっと変わった考え方かもしれませんが、植物に声をかけると枯れないっていうのもやっぱ分かってるんだなっていう感じがするんです。言霊って言いますしね。ただ語りかけるときにバカ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 って言ってると物壊れそうな気もするしね。だから語りかけるって言っても、やっぱりそのありがとうとか感謝の言葉を言うことによって、なんか物に守られてたり、動物と会話をしてるような、そういうことって一番大事で、人間こそがそういうことをしていかなくてはいけないんじゃないのかなって、まあ私はちょっと今回も姉の話を聞きながら思ったわけです。で、結局そんだけ語りかけた回なんですけど、やっぱり仲良くなれなくって、語りかけても嫌だったっていうね、分かってるけど俺は納得しないみたいな、まあ、そんな感じの態度だったそうなんで、まあ無駄ではなかっただけど、まあ、効果はなかったなっていう感じなんですけどね。まあそんなことでまあ、いろいろブログとかも書いていますので、もし皆さんお時間あれば覗きに来てください。わらカフェ。和田博美の和田カフェ、いかがでしたか？ここでお知らせです。ですね、関西の方お待たせいたしました。8月2日土曜日に、1時から、大阪淀屋橋で、人の心を動かす発声講座をさせていただきます。で、いつも東京でしかやってなかった講座ですので、まあ、受けやすい金額でやってますし、ぜひ機会がある方はと思ってます。で、営業マンの人でも声変わるとすごい売れる方とかもいるんですけど、声って盲点なんですよね。やっぱり心に入る声のトーンとか、やっぱり響き方ってあるんですけど、すごいいい話しててもやっぱりちょっと跳ね上がるような声だと損するとかもいろいろあるし、ボソボソ喋ってる人って思いがなかなか伝わらなくて、すごい損されてますよね。で、私が伝えたい声って、まあ別にアナウンサーさんみたいなそんな素晴らしいものとかではなくって、本当にこう心を動かすにはどうしたらいいかっていうことをやってて、まあ私と違う先生担当しておりますが、ぜひ、8月2日来てください。こちらは、和田博美事務所株式会社のトップページにバナーがございますので、ぜひです。それから、ワクワク学園というところで今申し込んでいただくとですね、今入会していただくと20万相当の営業セミナーの一部の CD とかですね、対談とかいろんなものが送られてくる中で、さらに朝礼が見れたり、いろんな相談コーナーがあったりする、まあ、本当に心を強くで、心強くないと何にも始まりませんから、それで人生良くなってる方非常にたくさんいらっしゃいますので、良くなるっていうか、もう、まあ、成績が上がってってるっていうことなんですけどね、結果が出てるっていうことなんですけど、まあそれを言う和歌学園というものを運営しておりまして、こちらの方が6月末で募集は一旦締め切りますので、こちらの方もバナーが出てますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。和田博美の和田カフェ、今日はこのあたりで閉店になります。皆さんにとって今日も素敵な一日になりますように。お相手は和田博美でした。